が、イージスシステム搭載艦のガズタービンエンジン選定で、ロールス・ロイス社の MT-30 エンジンを2機搭載すると、情報をキャッチしました。今回は、イージスシステム搭載艦の心臓部に、ロールス・ロイス社 MT-30 ガスタービンが採用を考察します。今回のイージスシステム搭載は、空前のデカさに変わります。これって、ヤマトの称号がつくのかな？トマホークも搭載みたいです。中国が日本を警戒しているのがわかりますし、海上保安庁も、尖閣に超大型巡視船を建造、浮上基地として戦略を打ち出した。今後の日本の弾道ミサイル防衛、BMD を支える新戦力として、防衛省では、この2024年度の防衛予算の中に、それを担う。イージスシステム搭載艦2隻の新規建造費用を盛り込んでおり、この2隻の総額は3731億円が予定されている。この艦艇のイージスシステム搭載艦という呼称は、現行の海上自衛隊が配備を行っている8隻のイージス護衛艦と名称上で、区別するために用いられているもので、少しわかりにくい気もするが、後者と別と示す意図がある。ただし、イージスシステム搭載艦は、当初より、日本の弾道ミサイル防衛、BMD を担当する艦艇として企画されたのかといえば、そうとも言えず、2017年末の時点では、陸上配備型のイージスアショアを2セット分、アメリカから調達することが決まっていた。このイージスアショアは、翌2018年には1セットずつを、北東は秋田県、南西は山口県の陸上自衛隊の演習地に配備、展開することで、日本の国土全体への弾道ミサイル防衛、BMD を担当することが基とされ、それに伴う地域への説明会等も行われていた。しかし、2年後の2020年6月、当時の河野防衛省は、イージスアショアが、弾道ミサイルの迎撃用に用いるリム161スタンダード、ミサイル3、通称 SM3 を、予定地の陸上自衛隊の演習地から発射した場合、近隣の地上に損害が生じる恐れから中止を発表した。これは、イージスアショアが使用するリム161スタンダードミサイル3、通称 SM3 を発射した場合、空中で不要となるブースター部分を切り離す形式となっているが、ここで切り離すブースター部の落下位置を制御できないとの理由からだった。日本が、時間と費用をかけて、イージスアショアのプログラムソフトに改修を施すことが可能であれば、こうしたブースターの落下位置を制御する対策も講じることはできたかもしれないが、弾道ミサイル防衛 BMD の体制整備は喫緊の課題となっていた。そのため、日本政府ではイージスアショアの導入をきっぱりと諦め、その代替手段を2020年末までに同兵器のミサイル、システムを艦艇に搭載して対応することに変更。ここに、イージスシステム搭載艦2隻の新造を行うことと相なった。イージスシステム搭載艦は、その建造の決定後に、一時期は、基準排水量でおよそ2万2000トン、全長でおよそ 210.0 メートル、全幅で 40.0 メートルほどの巨艦となる可能性も報じられ、従来のイージス護衛艦のほぼ倍以上の規模の排水量を誇ることも示唆された。ちなみに、海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型の場合、基準排水量は8200トン、満載排水量は1250トン、全長は 170.0 メートル、全幅は 21.0 メートルであるため、イージスシステム搭載艦の大きさがいかに尋常ではないかがお分かりいただけるだろう。ここまで、当初のイージスシステム搭載艦の規模が大型化することが想定された理由としては、もともと陸上配備型であった。イージスアショアのレーダー等の機材をそのまま搭載するためには、艦隊の大型化が必須との見方もあった。また、陸上配備型のイージスアショアの代替を海上に浮かべる艦艇で行うと仮定した場合には、波の影響で艦隊自体に強い揺れが発生してしまう事態を回避するため、できるだけ艦隊を大型化して、その影響を最小化するためとも報じられた。しかし、当初の現行のイージス護衛艦に比して大きすぎる艦隊は、やはり、実際の艦隊行動等を想定した場合には、現実的ではないとの判断が下されたようで、今は、
基準排水量でおよそ1万2000トン、全長でおよそ 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルの規模に修正されている。まあ、その規模感でも、十二分に、現行のイージス護衛艦と比べれば、基準排水量でも、1.5 倍には相当するため、西側諸国の駆逐艦等の、水上戦闘艦の中では、アメリカ海軍のズムウォルト級ミサイル駆逐艦に次ぐ規模となることは間違いないだろう。さて、そんな建造の決定から、紆余曲折を経てきた艦のあるイージスシステム搭載艦だが、防衛予算上における正式な、名称としては、令和6年度兜型警備艦と記載されており、この表記は、通常の海上自衛隊の護衛艦と同等であると言える。イージスシステム搭載艦の建造については、1番艦を三菱重工業者が担当、2番艦を JMU、ジャパンマリンユナイテッド社が、担当することとなっており、前者の三菱重工業者による1番艦は、この2024年度に寄港される予定である。イージスシステム搭載艦の2番艦の寄港時期については、現時点では未定ではあるものの、最終的な収益の時期は1番艦が2027年中、2番艦が翌2028年中と目されており、寄港からは、およそ3年で実戦配備にまで至る計画となっている。この寄港から、収益までのスケジュール間も、最新鋭のマヤ型護衛艦とほぼ同様の期間であり、基準排水量でおよそ 1.5 倍にも、達する大型艦であること、全くの新造艦であることを考慮すれば、かなりスピーディーな対応とも感じられる。そんなイージスシステム搭載艦であるが、この2024年5月末には、イギリスの航空機及び船舶用エンジン製造企業として、世界的にも、著名なロールス・ロイス社より、同艦の機関部を受注したとの情報が公式に発表された。ロールス・ロイス社の今回の発表によれば、イージスシステム搭載艦の機関部には、同社の MT-30 ガスタービン機関が、1隻に2機実装されると報告されており、この構成は、世界まとも採用例の多い同機関でも、初の事例となるとされている。このロールス・ロイス社の MT-30 ガスタービン機関の名称、アルファベットの2文字である MT は、船舶用の機関部であるマリン、トレントを示す頭文字の略称であり、大元は、同社の航空機用のターボファンエンジンであるトレント800を船舶用に改めたものだ。MT-30 ガスタービン機関は、ロールス・ロイス社の船舶用のガスタービン機関として、最新の形式のものであり、日本の海上自衛隊でも、最新鋭の護衛艦であるもが2型でも、重機として採用されており、こちらは、同機を、1機とドイツの MAN 社製のディーゼル機関2機を合わせたコダグ方式となっている。ロールス・ロイス社の MT-30 ガスタービン機関は、本国のイギリスでは、クイーン・エリザベス級航空母艦2隻や、8隻が建造予定。26型グラスゴー級フリゲートに採用されているが、もが2型だけで、12隻の建造が決まっている日本の方が、すでに採用隻数は多い。また、それ以外の国の採用例としてはまず、アメリカがあり、フリーダム級沿海域戦闘艦で16隻、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦で3隻があり、特に、前者は、MT-30 ガスタービン機関が、世界で初めて採用された艦艇でもある。さらに、イタリアの強襲揚陸艦、トリエステ、韓国の耐久級フリゲート8隻、オーストラリアのハンター級フリゲート3隻、後追加で3隻が建造予定への搭載が MT-30 ガスタービン機関は確定しており、今後も増加が見込まれる。MT-30 ガスタービン機関は1機で少なくとも4万馬力後半から5万馬力前半の大出力を発揮可能であり、電力としても36メガワットから40メガワットを供給する能力を有しており、これを2機搭載するイージスシステム搭載艦も電力供給には期待ができるだろう。ただし、個人的には、もともと陸上配備型であった弾道ミサイル防衛、EMD のためのイージス・アショアの代替を担うはずの、イージスシステム搭載艦が、
既存のイージス艦よりも強力な水上戦闘艦としても期待されているような動きには、若干の違和感を感じすにはいられない。日本は、近年、地域の安全保障環境の変化に対応するため、防衛力の強化を進めています。日本が向かう防衛力強化。特に、弾道ミサイル防衛、BMD 体制の整備に注力しており、2024年度の防衛予算には、新たなイージスシステム搭載艦2隻の、建造費用として3731億円が計上されました。これらの艦艇は、日本の周辺国からのミサイル脅威に対抗するための重要な役割を担います。イージスシステム搭載艦は、最先端のレーダーとミサイルシステムを備え、日本全土の防衛網を強化することを目的としています。また、防衛省は、地上配備型イージスアショアの計画を中止し、より柔軟な海上展開が可能な艦艇へと方針を転換しました。この変更は、技術的な問題や地元の反対によるもので、海上でのシステムは、地上型よりも迅速に展開可能であり、日本の防衛戦略において、新たな次元をもたらすものと考えられています。このように、日本は、自国の安全を確保するため、防衛力を一層強化しており、新しいイージスシステム搭載艦の建造は、その象徴的な一歩です。これにより、日本の防衛体制は大きく前進し、国際的な安全保障環境の中での日本の位置づけも強化されることになるでしょう。